2003年の台風のデータ。年間を通しての台風の発生数は21個と平年の27個に比べてかなり少なく1951年の統計開始以降では4番目に少ない記録である。20301.01w1 月18日にグアム島付近で発生しアジア名ヤンヤンと命名された。命名国は香港で 少女の名前に由来する。台風はそのまま太平洋上を東北東に進んだ。この台風のアジア名、ヤンヤンは、この台風限りで使用中止となり、自順からはドルフィンというアジア名が使用されることになったが、ヤンヤンが引退した理由は台風の被害が大きかったからではなく、地域の代表性がないためである。20302.02ワットアマン4月11日に、 マーシャル諸島近海で発生した台風2号は発達しながら精神を続け4月16日には中心気圧930ヘクトパスカル最大風速秒速45メートルの非常に強い勢力にまで発達したフィリピンの東海上で震度を北寄りに変え22日からはバシー海峡付近で数日間停滞したことで勢力は急速に衰えた その後、ゆっくりと北上して4月24日頃に沖縄県先島諸島に接近。石垣島では最大瞬間風速秒速39.2メートルという4月としては歴代1位となる風速を記録した。2号は、その後24日夜には九州方面に進路を変えて東、シナ海を北東進したが4月25日12時に台風は衰えて 熱帯低気圧となり、その日の夕方頃に九州を通過して西日本へ進んだ。この台風のように4月に台風が九州や南西諸島に接近することは極めて珍しいことであった。20303.04W20304.05W 20チェデン5月26日に南シナ海で発生後、27日にルソン島に上陸。 その後太平洋に抜け、一時は勢力が衰えたものの再び発達し、5月29日には980ヘクトパスカルにまで発達した。台風は沖縄の南海上を発達しながら北東に進んでいたが、30日頃から進路を北寄りに変え、朝には大東島に接近、夜には九州に接近して、日向灘から文後水道を北上し、 31日6時30分頃に愛媛県宇和島市付近に上陸した。上陸から2時間30分後の9時に愛媛県西条市付近で温帯低気圧に変わった。20305.06W ドドン 20306.07W ゲげ6月12日9時にパラオ島の北東海上で熱帯低気圧が発生し、西北西に進みながら発達して、 13日15時に、フィリピンの東海上で台風となり、アジア名、ソーデロアと命名された。また、フィリピン大気地球物理天文局はこの台風について、フィリピン名、エゲーと命名。台風は西に進路を変えた後、勢力を維持して、ルソン島の東海上を北北西に進んだ。その後発達して強い勢力となり、8日5時半頃に、イリオモテ島を通過して、 東、シナ海を北北東に進んだ。そして18日15時に最も発達した後は、徐々に勢力を弱めて19日13時頃に津島を通過。その後は日本海を北東に進み、20日0時に沖諸島の北北東で温帯低気圧に変わった。温帯低気圧は同日に北日本を通過して24日15時に 日本のはるか東の海上で消滅した。20307.09ワットハルロット7月17日にカロリン諸島付近で発生し、アジア名、インブード王と命名された。命名国はフィリピンで、ロートを意味する。また、フィリピン大気地球物理天文局はこの台風について、フィリピン名、ハルロットと命名した。台風は北西に進んで、ルソン島を通過した後、 カナンに再上陸。フィリピンと中国に大きな被害をもたらし、合計で85人の死者を出した。この台風のアジア名、インブードーは、この台風限りで使用中止となり、自順からはモラベというアジア名が使用されることになった。20308.08W ギラス 20309.10W フアニン 20310.11W カバヤン8月3日に、 フィリピンの東海上で発生した台風第10号は次第に発達しながら北西へ進んだ。7日午前中には沖縄本島を通過し、同日午後には沖縄選部東近海で中心気圧945ヘクトパスカル、最大風速秒速45メートルの大型で非常に強い台風となり最盛期を迎えた。その後台風は北東へ転向、8日朝には 九州の南海上を通過して、同日21時半ごろ、高知県室戸市付近に上陸した。周囲の海水温が高かったため、上陸時でも勢力は、中心気圧950ヘクトパスカル、最大風速秒速40メートルと、強力なままであった。20311.12W マナ20312.12。20 w 二ニャ 20313.14W、おにょく 20314.15W、ポギ9月6日15時にマリアナ諸島付近で発生し、北西方向へ進んだ。当初は発達が鈍かったが、9日頃から急発達し、10日21時には、宮古島の南東海上で、 中心付近の最大風速秒速55メートル、中心気圧910ヘクトパスカルで最盛期を迎えた。台風は時速10キロメートルの速さで北西に進み、11日5時前に宮古島を通過、その後東、シナ海に進み、韓国のチェジュ島に接近した後朝鮮半島に上陸。京昌南道、京昌北道を縦断。日本海に抜けた後、 13日には北海道に接近し、14日の朝に温帯低気圧に変わった。20315.16W ロスカス9月18日に6時に沖縄の南方海上で発生し、アジア名、超岩と命名された。台風は南西諸島海域を北上しながら次第に強い勢力へと発達した。20日以降はやや東寄りに進路を変えて、 九州の南海上を進み、さらに21日からは北寄りに進路を変えて、四国の南海上から、関東の南海上を北東進した。20316.17W、シカット 20317.20W、ティソイ 20318.21W10 月21日に、マリアナ諸島近海で発生したが、その西に台風17号が控えており、 相互作用が発生した。18号は北東へ進み、衰弱して温帯低気圧化するのではと予想されたが、突然南下を、始め、変頭風に乗って精神し再発達。一時は、中心気圧975ヘクトパスカル。最大風速秒速30メートルにまで衰えた。勢力は、中心気圧935ヘクトパスカル。 最大風速秒速45メートルにまで盛り返した。再び同じルートを北東へ進み、その後温帯低気圧に変わった。この台風は結果として、約1週間かけて、太平洋高気圧の円を一周し、まるで円を描くような進路をとったことになる。この進路は極めて珍しい進路であり、前例もなかった。このような台風は、過去数十年間に一度も発生しておらず、 太平洋上で一周した台風として、日本に全く被害を与えなかったにもかかわらず、有名な台風となった。なお、2009年9月29日に発生した台風17号も、フィリピンのルソン島に上陸、離陸を繰り返した上、歴代長寿台風第4位になり、2台続けて複雑な動きをする台風となった。 20319.24W ビルイング 20320.25WN20321.26W ヨよイいヨイ11月21日に発生しアジア名ルピートと命名されたフィリピン大気地球物理天文局はこの台風についてフィリピン名ヨイヨイと命名している台風は11月29日から12月1日に かけて日本に接近し、本州付近の低気圧と前線の活動が活発化して四国地方の一部で豪雨となったほか、伊豆諸島の八丈島で最大瞬間風速秒速36.8メートルが観測されている。ありがとうございます。